お久しぶりでございます。 この毎回「お久しぶりでございます」っていうところから始まるのなんかちょっと嫌ですね今回こそあのねこうもうちょっとコンスタントに月に1回ぐらいは出していこうかななんて思ってしかもそうやってこう言っときながら時間がねまたちょっと空いてしまうっていうので、えー、前回あげたのを見ると2月の末2月はなんかあれですね2024年の春夏モデルのやつをチェックしてちょっとなんかガンガンガンってこう末にかけて3本ぐらいね 上げたのに3月まっっと空いてしまってしそしてこの4月もほぼまるっと開いてしまって末になってどうやら滑り込みでこれを取っているっていうようなところになるんですよね。 いやーよくないですねこうやりたいと思っていたことはねやった方がいいですよねはいそんな感じで今日はですねなんかまあ今年全般なんですけどすごい暑いじゃないですかなんか中でも今日は天気予報とかを見るとすごいなんかこう真夏日みたいな感じの日らしいんですよね。えー、今日日の最高気温を見ると25度昨日よりプラス3度 明日も25度っていう感じでねすごいこの僕が住んでいるこの神奈川のエリアはねあの暖かいんですけれどもはいなのでなんか急に暖かくなったのでこのねあのなんだろうな中途半端な暖かさって言ったらあれなんですけどそれがなんか出る出番なかったですよねって思ってまあこの話し,したいなって思ってあの3月4月がずっと過ぎちゃってました。なんか 一なんかマイクロパフだったりダウンセーターだったりとか、まあ、1月2月とか寒いなっていう日になあまあなんか重ね着したりとか、まあ、寒いけど我慢したりしてそれしかないからねっていう感じで着る、まあ、自分の持っている一番こうあったかいやつ着るじゃないですか1月2月に。でそっからちょっとこうあったかくなってくるじゃないですかどこかのタイミングで。まあ、大体が3月に入って たらとかですよねら3月とかに入ってさあったかくなってきたらあそろそろダウンよりもうちょっと別の着てもいいなってなってさなんか正直レトロ X でも、まあ、真冬でもね大丈夫な人って結構いると思うんですけど重ね着するとかそもそも寒さに強いとかってでもなんか僕はそんなに寒さにねあの強くないので、まあ、冬はそっちの,あのダウンとかそしてちょっ とこう緩やかになってきた3月から4月にかけてにこうレトロ X だったりとかえまあまあナノパフはそんな着ることないかまあでもナノパフだったりとかさそこまでじゃないものをなんかこう重ね着とかして着てこうねやっぱこう着るものがさなんか。 変わると気分も変わるからさやっぱちょっと季節に応じて何か変えていきたいじゃないですかまあもちろんさ中に着るものの枚数変えればさ全然、ね、ダウンとかでもねずっとやり過ごせるんだけど、まあ、やっぱ着るもの変えていきたいじゃんっていうので3月とか4月とかにねこ,うこの今着てるこのレトロ X のこのジャケット、うん、だよね のやつあの着るのすごい楽しみにしてたのにここがさ急にズゴーンってあったかくなっちゃったからなんかこ,ここ着るのなくなっちゃったんですよね。あと「イスマス」か「イスマスパーカー」とかもそうなんですけどなんかこれでも何年か前も言ったことあるんだ同じようなことを。それでなんか今回に至っては、まあ、このこのこの,この移行期っていうのってこの今の春のタイミングもそうだし、まあ、秋もそうですよね。 おーちょっと暑くなっ夏から秋になってきてちょっと肌寒くなってきて肌寒くなってきて一番寒いところに来るまでみたいなこの間のところここがこの彼らのこの出番なのかな一番いくい句着れる時なのかなって思ってるんですよだけどそれがあまりにも急に暖かくなっちゃったせいでなんかもう本当に着る機会がなくて多分一回も着てないんじゃないのかなっていうようなちょっと悲しい事情があったので。 一応それ話すためにこれ着てるんですけど全然こんなのねもう <laughs> 喋りながらあの暑くなっててすごい暑いなっていうような感じでしたなのでまあこれは一応着てないかもしんないけどまあ今着たしうんまあこれからね、まあ、選択してまあこの5月6月にはさすがにねなんかキャンプとか行ったりしない限りは着ることないと思うのでねまあ洗って、えー ししままううっていいことにいたします皆さん冬物の洗濯は終わりましたかダウンセーターとかねマイクロパフとかさ、まあ、その季節の中でもなんかちょっと汗つかいたなとか汚れてきたなって思ったら、まあ、個人的には割とガンガン洗っていきたいな派なので、ね、なんかそれも別に大丈夫だよってパタゴニアは言ってるからっていうのもあって結構僕は洗う派なんですけどでも、まあ、やっぱしまう前にもねさらにこうもう一回洗ってしまいたいなっていうところでね。やっぱ首元とかねあの,この 袖のとところとかがまあさすがにねワンシーズンで別に一回も洗らないで過ごしちゃうもちろん大丈夫だとは思うんだけれどもさすがにしまう前とかにはやっとかないと次のシーズンの時にねなんかちょっとこうカピカピになってたりとか匂ってたりとかするのってすごい嫌だからやっぱ次のシーズンもね来た時にあいいですね気持ちいいですねっていう風になんかこう着始め たいなって言うのがあるのであのしまう時はあの必ず洗うようにはしているのでね、まあ、今日みたいなこのいい天気だとねすごいねいいでしょうねちなみにねあのー、これは完全にあの僕のやり方なんですけどダウンセーターとかさあのパタゴニアのサイトで書いてあるのかなとかまあ一般的なやり方だとさ洗濯をまあ 洗剤はねあのダウン用のやつの,あの洗剤を使ってねで乾燥機はあの中のね羽根がこう偏らないようにあのテニスボールなんかをね一緒に入れて乾燥機回すといいですよみたいなのけね、えー、まあ書いてあったりするんだけどでもなんかそんな業務用の、ね、乾燥機なんかなかったりすると、まあ、そのダウン用のね、えー、洗剤で洗ってでなんか結構 こうね、ネットとかの、まあ、ホームページとか見たりするといろんな皆さんのやってるやり方とかをねなんか見たりすると結構なんか <laughs> 丁寧にねなんかこう平置きにしてなんか日陰で干したりとかなんかねやっぱハンガーで吊るしてるとさでその水,水の重みもあるからさなんか固まっちゃったりするからとか下に落ちてきたり、ね、するからとかで結構なんかデリケート 人になんか洗ってるような感じがするんですけれどもあの、まあ、僕のやり方としてはあのほぼ普通の服と変わらないようにあの洗っちゃったり。 してますけど、まあ、別にそれでなんかあの乾かしてて、えー、乾き終わってからなんか毛が偏ってるっていうことはまあそんなになく今のところねあの特に問題なくあれしているのであのまあ,まあそういうふうにちゃんとねこうデリケートな洗剤を使ってでデリケートなこう 乾燥の仕方をやった方がまあもちろんいいとは思うんだけれどもそれがめんどくさくてちょっとやらないとかねなんか億劫になっちゃって時間が経っちゃうっていうなんだったら個人的にはもう汚れがねそんななんかこう、えー、菌がめちゃめちゃ繁殖したりとかする前にもうサクッといつもと同じような感じで、えー、洗っちゃった方が いいいいんじゃななのかなって思います絶対これはあの真似しない方がいいと思いますけどせめて洗剤ぐらいはあの、ね、おしゃれ着洗いにするとかさ、うん、した方がいいとは思うんだけれどもね。うんあちなみに柔軟剤は基本的に僕使わないので柔軟剤はさすがにあの入れてないです。うん で、まあ、裏返しにはしていますね。で、ネットにも入れてますね。まあ、基本的な、基本的にいつもそうなので、あの、裏返しにしてネットに入れて、で、そのまま裏返しに干してるっていうのがあるので、まあ、やっぱ、あの、複。 えー、中に入れないとさちょっとね、あのー、袖とかやっぱこうベーって引っ張られるような感じになったりしてなんか痛,、ま、痛みそうだなって思ったりするしでね干す時表側を外にしているとさ、まあ、見た目的なところでねなんかちょっとやっぱ表面がさ外だったら例えば火当たってたらさ火なの焼けちゃったりとかさまか、あ、んか他とのすれ感とかあったりしてなんかダメージがさ、まあ、なんか見た目は大丈夫だけどちょっとダメージ受けるんだったら内側の方がいいよねって。 っていうあの認識のもと僕は全部売れ返しにして基本的にやってるのでまあ基本的なところからあの結構大切にこう扱ってるから特別にダウンをあのシーズンの終わりに洗うから。 っていうなんかこう変えるようなことがないっていうのかもしれないんだけれどもえ何かあり,ありますか皆さんの,この洗濯のこだわりって僕今言ったのぐらいなんですけどその柔軟剤はまあ使いませんっていうのと、まあ、洗剤は割となんかあ,のあんま気にしないであの普通のやつ使ってますっていうのとあとまあ絶対にあのネットの中に入れますでもう洗う時から裏返しにして洗ってますっていうのも。まあ、これぐらいかな、まああと あれかな最後にはあ,のあんまりこうなんだろうな汗かいたりとか皮脂ついたなって思ったら時間経たないでもうガンガン洗うようにしてますねなんかそうじゃなくて菌が繁殖してなんかボロくなる方がなんかちょっと怖いなってなんか弱いだろうなって思うからもうそんだったら洗った方が物もも、えー、長持ちするだろうしなんかうん気持ちよく着れるなって思いますねなんかそこが一番大きいかな,なんか着,着た時にさ なんかちょちょっとなんかね。匂ったりしたらさなんか気分悪いじゃないですかね。っていうのがあるから、あのー、いつもフレッシュな状態で着たいからまあ、なるべくあの結構洗いますね。も、ま、う、あ、ネットに入れて洗ってるとね。なんか言うほど全然なんか長く切れますけどねっていう思うからそんな感じです。皆さんもしなんかあのー？ こういういのおすすすめですみたいなのとかこういうこだわりあるんですよとかあったらぜひぜひコメントでまた教えてくださいませ。はい、で今日のトピックはまあ,あのこのレトレックス <laughs> レトレックス着るタイミングなかったじゃんっていうこのなんだろうな 怒りうんまあそんな怒ってるわけではないんだけれどもなんかこの悔しみをなんかどこにもなんか言うところがなかったのであのちょっとここでカメラの前で痛いたいなって思ってたのがまあ一つと。でさ今日さなんか、あのー、自転車に乗ってね、あのー、朝少し軽く走ってきたんですよ。で鎌倉のさパタゴニアの前のところを通りかかってで、まあ、もちろんまだ空いてない時間だったんだけれどもすごいデカデカと、あのー、書いて。 あったんですよね、こんな風にちょっとがどっかに出しますパッてそう、えーと「ファッションは私たちには関係ない」っていうなんかちょっと明朝体っぽいフォントで窓にドカーンって書いてあってそうなんかインスタのどこのパタゴニアのアカウントかちょっとよくわかんないんだけれどもなんかこれっぽいの最近確かに動画見たような気がする。 ファッションは私たちには関係ないってねなんかねちょっと今までと違う違わないけどなんかよりちょっと強く強くこのメッセージ出してきたなって思いましたねなんかまあ前からさそんなになんかねこうファッション感ファッション感うーんなんとなくねおしゃれおしゃれ着っていうか うーんなんか生活を良くするためだったりとか、えー、そういうア,アクティビティのためのまあなんかアイテムみたいな感じでなんかあんまおしゃれをするためのものっていうような,な,なイメージではないない一面もあるなだけどその全部拭いきれてないっていうところもあるのかなって思ってるんですよ。なななんんんかかかか例えばねなんか冬ののアウウターでうううとなんかダウンとダンそういうのもさなんか 雪山だけで使うもののラインナップとさダウンセーターみたいにさちょっとこう街着でも着るようなの寄せてきてるのとかだっ,ったりするじゃないですかなんかそれってちょっとやっぱファッションっていうところもなんか入ってきてるのかなっていうのもあるんだけどまあなんだろうなどう,思い、ま、ど,ど,どう思いますこのファッションは私たちには関係ないってちょっとなんかこれはわざとわざと,わざとこうパンチを効かせてきたんだけどなんかちょっと僕のニュアンスって っていうか伝えたいパタゴニアはこれを伝えたいんだよなっていうことは多分流行りのっていう単語が一個抜けてるんじゃないのかなって思うんですよ。なんか流行りのファッションは私たちには関係ないとかまあ興味ないとかちょっと違うなっていうなんか感じって書いてあればなんか僕はものすごいこう共感するっていうかうーんまあ あんま意識してなかったけど、ね、パパそういう人多いし僕もそうだよなってねうんあんまそういう経験なかったからさやってきたことないんだけどさなんかある,あるんじゃないですか多分一般的には今は。 こういういね襟の形とかなんかジャケットの形とかがなんか今年はこういうのが流行ってるけどなんか来年はまたちょっと違うスタイルになってたりとかねなんか色,色とかもそのブランドでの色とかじゃなくて世の中一般的に、えー、こういう色が流行ってるだったりとかでなんか去年ものがあって今年ものがあって なので,でなんかもうかめちゃめちゃおしゃれなことを考えたりするとやっぱ今年の流行っているものをこう取り入れていきたいなってで取り入れるとやっぱね全部取り入れすぎると世の中のものが増えてくるからそれをまた処分するっていうような形にこう回していくっていうなのがまあなんとなくなんとなくあるじゃないですか。で、まあ、でもアアアウウトドアウェア全般的にはなんか、ね、そこまで 流行りっていうなのはなんかないような気もしますけど別にでもそんなことないですよねたまにやっぱ流行りとかありますよねちょっとなんか具体的なのがあんまりファッションのことか流行りがわからなさすぎてさ出てこないんだけどねなんかその去年来たやつもなんかそれもそれで えー、例えば今で言うと2023年モデルは2023年モデルとか、まあ、もっと昔のさ2010年とかねあのもう10年15年ぐらい前のものだったとしてもあそのその時のモデルはそれもそれでまあ昔から使ってていいですねみたいな感じでこうなんか流行りを追ってくっていうんじゃなくてなんか自分のこうねあれを着ていくからなんか使い捨てにしないみたいな感じのね なんか感じですよね、うん、多分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 ですよ多分あのこの話をここまでちゃんと聞いてくださってる方も同じようになんかそもそもがなんかその今の流行りが何だから何みたいな言ってる人ってまあパタゴニアに興味ないんでしょうけどねそうなんかこれを見て。 ね、なんかちょうど僕別これとはまた別の時にさなんかその服を作ったりしている人と話す時があってでその人もなんか今服作っているんだけど昔はなんかそのアパレルブランドであの働いていたことがあってでやっぱそういうところで働いてると、えーまあ、今はこういうのが流行っているから今年はこれで。去年のはもういや、まあ 営業的なところもあると思うんだけど流行り的なのもあるから去年とはまた別なまあ今年モデルのものを着用して去年のものはまあ申し訳ないけど捨てて,み捨て,てしまうみたいな,なんかこの使い捨て感みたいなのがなんかあったんだよねみたいなのを話しててで今はその自分で洋服を作ったりしているから。 こうずっとこうずっと着られるようなずっと着られるような積み重ねていけるようななんか流行りっていうのは特に存在しないえアパレルみたいなのを服を作ってるっていうの話したことがしたんですよちょうどでそれとなんかすごいリンクしたんで「アッションは私たちには関係ない」とかだってうん確かにでもちょっとなんかこれこれはね言葉足らずなのか本当にこうなのかなんかやっぱね これ書くんだっからこういやもう研ぎ澄ましまくってファッションは私たちには関係ないっていう言葉にそぎ落としちゃうのかななんてね、えー、思ったりしながら見てましたけどちょっとなんかこの辺のね真相とか,なんか、ね、このスタッフの方がどれくらいこれをなんか賛同してたりとかどういう考えが。 あるのかななとかかっていうのはねなんかちょっと聞いてみたいななんて思ったりします何か何年か前にさあのスタンドアップショーツのもうこれもなんか古着で買ったやつだからもうすごい昔のやつがあってでもそれ結構デニムみたいな感じで当たりが出ててででモデル的にも今もう売ってない竹の長さだったしカラーだったし、えー、なんだけどその。 加工的にも,もう結構擦れてるところとかあったりとかしててそれを見てなんか店員さんが「あっ結構昔のスタンドアップ履いてるのめっちゃかっこいいですね」なんてこう話しかけてきてくれたりしてでまあなんかねあのそもそもがそういうところに目線がいくかっていうのと目線がいってそれをそういうふうなことをネタにするのかっていうなのってさ多分他のブランドだったらまあなんか 言わないですよね思ってもねなんかユニクロとかに行ってさなんか「あこれ何年か前のユニクロなのに未だに着られてるんですねめっちゃかっこいいですね」ってまあなんかあんまそういう話には多分ならないじゃないですか。でまあなんとなく他のね、あのね、まあ、ノース・ウェイスとかボンベルとかに行ってもそういう会話にはならないのかなって思うからまあなんかファッシ,ファッションまあまあそうか別にファッションでもないか別になそれもな。うーんななんなか そういうのいいっすよね。そういうの良くないですかなんか、こ、この、このパナゴニアの中の会話の中でもさ、なんか別に最新のものだけじゃなくさ、結構当たり前のように話したりするじゃないですか。ね。なんか、それが恥ずかしくないじゃないですか。別にそのちょっと前のさ、レトレックスのカラー着せたりとかさ、あの、してても、なんか、ね、あのー、別に最新じゃないんだ、みたいな、流行りじゃないんだ。 今年のじゃなないいんだって全く思わないしむしろなんか「えその色の時良かったよね」みたいなさ「あの紫の時めっちゃ良かったよね」みたいな時の会話になるっていうなのがさなんかいいっすよねいいっすよねって僕はなんかその「パタゴニア」が好きなところの一つあるのかななんて思ったりします。うんとか言いつつさまあでもやっぱり。 ちょっとなんかもやっとするのがまあこれはやっぱ営業的なところでしょうがないのかなと思うんだけどあのストアの店員さんはさやっぱり割と新しいモデルの,あの服を着てますよね。なんかねもうちょっとなんだろうな昔から着込んでるものを着てもいいのになって思うこれはまあなんか分かんない。営業的に いやとは言うてもやっぱねやっぱ新しいてか着てるの見たら欲しくなるからさそのためになんかまあ新しいのね皆さん買おうよっていう一応なんか暗黙のルールなのかなんかそれかめっちゃルールにされてるのかわかんないけどそれなのか、まあ、みんなが自発的に「いやとは言うてもやっぱ流行りのもの着たいよね」って言って着ちゃってるのか、まあ、なんかパタゴニア好きだけどそんな何なんか何十年も前から好きっていうわけじゃないからそもそも持ってないから。 っていうのか、わかんないんだけれども、まあ、なんとなく、僕は、まあ、このなんか。一 って割と強いのかななとか思っててねなんかいやそんなこと言ってるのにあの自分らは割と今年とシーズンを来てるじゃないですかっていうのがねなんかちょっと <laughs> もやっとするけどあでもこれは聞いたわけじゃないですかね聞いたわけじゃないからねそれなんかなんかあれですけどなんかなんかなってちょっと思ったけどまあねどうしてるんでしょうねそういう人たちもさまあねある程度やっぱ仕方がないのかなって思うからさ ねえなんかまあ太陽じゃなくてやっぱ買ってるとは思うんだけれどもで新しいの手に入れたらさま同じようにやっぱ余っちゃうじゃないですか去年のものとかさそういうなんかいっぱいに増えたやつってのはなんか誰かにねあげたりとかしてるのかなんか中古で出しちゃったりしてるのかねちょっとよくわからないんだけれどもあでもまあ公式でリユースもあるからそういうのに回してるのかなとかね何かいろいろあるとは思うんだけれどもうーん。いや <laughs> 例のごとく、別にあのこれ、落ち、落ちはないんです。あの落としどころなく、ただなんか、今日、あのこれを見かけたっていうのと。一応、今日、今日のカレンダーの中に、いい加減にユーチューブの動画もう一回作ろうぜ。っていうのが書いてあったっていうのと、あとレトロエックスのこの、なんか、わし、これ大でよ、レトロエックスめっちゃ好きなんですよ。ダウンセーターとか、あのマイクロパフ、も好きですけど。 なんかまたそれとは違ったこうねなんか温かかかみのあるっていうか待ち気感ってていいいうう待ちさすすごい好きなんですよそれなのに「切れなかったんじゃいきなり熱くなったんじゃ」っていうのがちょっとあったのでこの,この3つがなんかこうかみ合わさったから「よし取るか」っつって取ってるっていうだけで別になんか一つ一つに対してなんかこういう落とすっていうのはないです。 まあそんな感じでですね <laughs> できないくせに言うなよってあの人が言ってたら思うし僕もなんか自分でそう思うんだけれどもちょっともう少し動画作ろうかなって思います。あのもう毎回さなんかここのカメラの前でパタロイヤのこととかをさなんか話しているっていうのもまあ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 ,まあい,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 いいいいいいんだけどなんかやっぱそれさなんか。 飽飽ききるるじゃないいいですすかお互いにと、まあ、僕もすごい飽きるなんかだから本当はねなんかもうちょっとさこのカメラ持ってどっか出かけたりしたりとかねなんかそういうのとかなんかねあの知ってますよあのパンツ買ったじゃないですか僕はあのなんかカーゴパンツカーゴパンツ作業着みたいなさ。 パンツ冬に買ってさこれはめっちゃいいわと思って買ったじゃないですかでちょっとこの話したじゃないですかでなんかレビュー動画作ろうかなとか言って言ったじゃないですか。 ななのに作ってないってってい <laughs> ちゃんとょっとまあなんか言い訳をするとなんかある程度やっぱ履いてからの方がリアルな話になるのかなって思って、まあ、もうちょっと履いた方がいいかなもうちょっと履いた方がいいかなって思ってるうちに、まあ、これと同じようにあの結構暖かくなってきちゃったっていうところがあってあのね状態で言うとね割とねなん,かなんかこうやっぱ結構僕は洗うのであのこう何 凹凸感が出てきてきちょっとこう尖ってるところはあの色落ちしてきたりとかちょっと素材もね最初すげえ硬かったんですけどちょっと柔らかくなってきたりとかなんかこうね竹感とかもちょっと縮んだり伸びたり縮んだり伸びたりとか繰り返されてちょっとなんか固まってきたりとかっていうようなのがあってでまあちょっと簡単にここでどんな感じだったのかっていうとあの感想としてはえっと。 なんか最初にめっちゃいいなと思ったよりもっとなもっとなんか気に入ってきたんですよねあこれもやっぱ最高すぎるなっていうふうに思,思ってきてうんめっちゃいいんですよめっちゃいいんですうんそうなのでなんかやっぱほんとおすすめできるなこれっていうような感じなのでおすすめしたいなって思うんですけどでもやっぱ厚手割と厚手なのでうん。 もうちょっと今のタイミングじゃないかなっていう風になっちゃったんで、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、あの細かいところのここがいいんですよ。みたいなさ。なんかさコメントコメントでいただいたんですよ。あのこのパンツ持ってるっすつって、あの後ろのポッケ最高ですよね。って言ってね。後ろのポッケ最高なんですよ。後ろのポッケにね。手入れるのがね。すごい。良くてあのこれあるとね。あの僕長財布使ってるんですけど、今ね財布も財布右。 で左にあの文庫本でスマホ右の前とか、まあ、上着のところに入れたりとかであの小さかば持たないでも出かけることができたりとかなんか最初にね思ってたなんか、ね、そのポケットの深さとか個数とか生地がとかっていうのよりも実際になんかこう使って運用して分かったことみたいなのがね今みたいにこう,こういうふうに入れられるみたいなとかでめちゃめちゃいい点がすごいなんか出てきたのでなんかいっぱい話すネタはあったのにあの一応言い訳としては。 あのまた繰り返しになりますけどレトレックスみたいになってだって急に温かくなったんだもんっていうような感じなのでまたしてもまた何か終わりにかけるとなんかどんどん話し合いことが増えてきちゃうので次どうしようかなどうしようかな次どうしようかな,なんかね実はね まだなんかこれも一回動画にしようかと思ってずっと考えたんですけどなんかオッシュマンズってあるじゃないですか東京とかに東京近郊に住んでる方なら知ってるかと思いますなオッシュマンズっていう、まあ、セレクトショップですよねアウトドアとかちょっとおしゃれな感じのアウトドアなでそこをちょっと言った時に大好きなんですよオッシュマンズでそこでちょっとパタゴニアのコーナー見たらなんかネットでね2024年のやつあんなに見たはずなのになんかちょっとねあこんなのもあったんだみたいなのとか結構 あってでなんか柄とかももしかしたら新しいのが増えたりしてるのかちょっと分かんないんですけどなんかすごいいいのが「あこんなのもあるんだ」みたいなのがあったからあやっぱこれって生で見に行かないと駄目だなって思ってそうやっぱストアにちょっと行きたいなって思うんですよねっていうのがあるのでちょっとなんかストア Vlog とか <laughs>。 言っちゃった言っちゃった言っっちゃったらやらないとなまあでも天気良くなってきたんでねなんかねそんな感じでやろうかななんか他にもねいろいろといろいろとなんかあのー、話したいこととかそういうネタはねいっぱいあるので最近炭酸水飲んでるんですよ炭酸水めっちゃいいですねうん。 なんか夜晩酌するんですね、僕。ビール飲むんですよ。で、結構なんかビール何本か飲んで、ずっとビール飲んで寝る直前ぐらいまでね、飲んじゃうじゃないですか。で、よくないじゃないですか、絶対それ。だけどなんかビ、ビール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 寝るだったら、ビールビールビール炭酸水寝るっても、ああれ炭酸水飲んでも結構満足してるかもって思って。もうなんかだから、ビール飲みたいとか、 アルルコール注なのかとかなんかとねそういうんじゃなくて普通になんかあの炭酸なんかシュワシュワしたのとか水分なのかちょっと分かんないんだけどそういうのが飲みたかっただけみたいだなっていうのがあったりとかねあと最近またあのジムに通い始めて筋トレしてるよっていうようなね話だったりとかなんかあのちょっと脱線した話とかもやりたいななんて思いつつねはいやりたいいいことはいっぱいあるのにね。 時間は限られてますから、ちょっとこう集約してねやってきたらなーって思います。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またなんかねよかったらあのコメント欄にいろいろ書いていただけるとあの励みになりますのでぜひ,ぜひ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 よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。